カ3位、戻りました。あ、お姉ちゃん、お帰りなさ。ロイドさん。フラン、君もこちらに来ていたんだな。よかった、元気にしてたみたいだね。キーヤちゃん、ティオちゃんにマジさんも。よかった、調印式があんなことになって。私フラン、ご心配をおかけしました。みんなが無事ならそれで。で、あれ、そちらの方たちは。お邪魔させていただきます。こんなところに潜伏していたとは。警察もなかなか根性あるじゃないか。ああ、君たちは。ロイド、無事だったんだな。フランス、ケイト先輩、ドロバン警部にレイモンドさんも。副局長までいらっしゃるとはね。見かけによらずしぶといご人だ。えい、こちらのセリフだ。変わりなさそうで何よりだ。本当に無事でよかったわ。お帰りなさい、ロイド君たち。はい、ただいま戻りました先輩。
よかった。大きな怪我もないみたいね。軍需工場の調査は本当にお疲れ様でした。少し見ねえ間に随分と賑やかになったみたいだな。
しかしノエルのバイク姿、本当に様になってるよな。そうですか。もともと自転車なんかも乗ってましたけど、ロイドさんにもぜひあの気持ちいい風を感じてほしいです。乗るときはぜひともご指導を頼むよ。みんな拠り所が欲しかったんだと思います。長い間苦難に見舞われて、誇りすら持つことを許されなくて、そんな状況を変えてくれる何かを夢見てしまった。2年前の国防軍が私にとってもそれでした。そして自分自身の信じてきたものや誰かの犠牲からも目をそらしてしまった。市民の皆さんが新総統を受け入れてしまったことも同じです。でも私思うんです、そんなのはクロスベルらしくないって。どんな苦境に見舞われても何度でも立ち上がることができるタフさ、多くの人たちが独立という誇りを求め続け、属州下にあっても確かに抱き続けた故郷への思い、それは幾度となく苦難に見舞われてきたクロスベルだからこそ培えたものですから。
クロスベルだって絶対に取り戻せるはずです。私信じてますから。2年前私に私らしさを取り戻してくれたロイドさんとならって。引き返してください皆さん。いずれ争うことになるしかなくても、今はせめて。甘いなノエル。そんな甘い覚悟で本当に大義に準じているつもりなのか。ノエル、君は弱くなった。ただひたすらにまっすぐでいられなくなった。今の君相手なら俺にだって勝てる。君が勝ったら俺たちを捕まえればいい。だが俺が勝ったら君は俺がもらう。今度は私がロイドさんの背中を押す番です。頑張りましょう。私たちがずっと守りたいと願い続けてきたもののために。トンネル道を抜けましたね。マインツまであと少しだ。油断せず行こう。やろう、たった二人でこんなところまで。あんな大人数相手に無謀にも程があんだろうが。お、そうか、そうだな。すまねえ、俺の方こそ心配をかけちまったみてえだ。ロイドもノエルも本当に無事でよかったぜ。大丈夫ですかランディさん。
て、あなた方は？それは…とにかく、一旦町の方へ。事情はそちらでお話しします。Thank you.
しかしマインツでの潜伏か。独立国の時を思い出すな。まあ住民たちには毎度面倒かけちまって申し訳ねえが、その意味でも泣き言は言ってられねえ。今は少しでも踏ん張らねえとな。さてと、そうだな。ランディさん、お疲れ様です。ロイドさんもご無事で何よりでした。
奴らは新総統どもは越えちゃならねえ一線を何度も越えた。大切なものを、大切な場所を奪われ、壊され、踏みにじられて、ここまでのことをされて許してやれるほど俺は人間ができちゃいねえんだ。俺たちの怒りを、悔しさを思い知らせてやらなきゃ気が済まねえ。新総統と黒の英士どもに必ずな。なあランディ、許せないのは本当に彼らなのか。思い出したんだ、ランディが同じ顔をしてるって。2年前マインツを襲った赤い星座に一人で戦いを挑んだ。あの時とまるで自分自身をも焼き尽くしてしまいそうな、激しくて冷たい炎のような怒り。ランディが本当に許せないのは自分自身じゃないのか。そこまで見抜くかよ。今まで何度も目の前で大切なものが傷ついてきた。てめえのせいでダチが死んだ時も、この地で星座がテロをしでかした時も、あいつが教団に操られた時も、今回撃たれちまった時も、クロスベルの独立が台無しにされて、お前がやられちまったあの時も。いつだって俺は手の届く場所にいたはずだ。なのにどうしていつも間に合わねえ。お前らと過ごして支援買って足場を手に入れて少しは変われたと思っていたのによ。そんな不甲斐ねえバカ野郎、許せるわけがねえだろうが。ランディ、だが今ならまだ取り返しはつくはずだ。司令を助けて包囲を突破すればミレイユもまだ間に合う。警備隊が体制を整えられればクロスベルを取り戻せる可能性だってゼロじゃねえ。だったら何だってやってやるさ。たとえこの身がどうなろうと、もう一度この手を血で汚そうともな。らしくないぞランディ。ランディの思いは痛いほどわかる。俺が心配をかけてしまったことも。だけど思い出せ、教団事件や独立国、あの黄昏も含めて今まで追い込まれた理不尽な状況、そんな立ちはだかった数々の壁に俺たちは手段を選ばずに挑んできたか。大切に思ってくれる人々から目を背け、自分をないがしろにしてまで何かを成してきたのか。それは怒っているのは俺だって同じだ。新総統たちに、守れなかった自分に、今だって腹が立って仕方がない。それでもこの2年、あくまで地道にただひたむきにできることを積み重ね、力を合わせて前へと進んできたはずだ。それが、それこそが俺たちじゃないのか。そうですよランディ先輩、支援家がずっとそんな姿をみんなに見せ続けてくれたから、だからこそ誰もが笑顔であの調印式の日を迎えられたんです。私もそんな皆さんに勇気をもらっていた一人です。この2年間、その前からずっと僕たちが観察業務や各種交渉に全力で当たれた理由もそこでしょうね。ただ恩返ししたかったからじゃない、あなたたちの正義のあり方が尊敬できたから。きっとリーンも同じ気持ちでしょう。授業や演習を通して
ランディさんが背中で語ってきた支援家らしさ、それは分校のみんなにも確実にいい影響を与えてくれました。そのお返しの意味でも、どうか私たちも頼ってください。リン君やユーナちゃんの分まで全力で力になりますから。ノエル、マッキー、トワちゃんも見せつけてやろう。ランディ、新総統たちに俺たちなりの流儀を、俺たちがクロスベルにいるたくさんの人々が今も諦め悪くあがき続けているってこと。絶対にクロスベルを取り戻す、そんな俺たちなりの宣戦布告を。宣戦布告か、そいつはいい。すまねえな、ロイド、ノエルたちも。俺としたことがまた見失っちまってたみたいだ。たく、いつまでも心配かけて兄貴分として情けねえっつうか。先輩、気にするな、ランディ。道に迷ったら強引にでも引き戻すのは相棒としての務めだろうしな。改めて力を貸してくれ、相棒。ノエル、トワちゃんに、マッキーも。まずは司令たちを何としても助ける。あくまでも俺たちなりのやり方で。じゃなきゃまたミレイユにどやされちまいそうだからな。その通りだ。ランディさん、これで本当の意味で全ての準備が整いましたね。ええ、絶対に成功させましょう。みんなで力を合わせて。ああ、よ、幕引きにはまだまだ早い。そして最後まで楽しみましょう。黒の英士たちと警備隊が織りなし血と荘園が彩る狂乱のステージを。私たちに任せてください。事態は一刻を争うはずです。皆さんは総員へ向かってください。帝国前団が作戦開始だ。お前らは準備はできてるな。警察隊警備隊で連携してまずはトンネル道を突破します。クロスベルの命運がかかった作戦です。各自全力を尽くして絶対成功させましょう。おう、
奴らは。やはり仕掛けてきたか。どうして私まで前線に。私たちは後方支援ですよ。頑張りましょう副局長。腹くくるぞレイモンド。了解です。警察ごとき加わったところで突破できるとでも。待て、バニングスたちは。赤い死神もいないぞ。こっちだ。先行します。フラン、どうか気をつけて。お姉ちゃんも。頼んだぞロイドたち。ここは任せて急ぎなさい。行かせるか。可能な限り引きつけて格好撃破を狙うぞ。今こそ警備隊の力を見せてやれ。こしゃくな。格の違いを思い知らせてやる。防衛戦の真っ只中ですから。でも今はこのまま突っ切るだけです。ああ、ミレイユの分まで持ちこたえてくださいよ。司令、合流したかったんだけど、いろいろ準備に時間がかかってね。それに僕たちだけじゃない。待たせたな。総員攻撃開始。彼らの道を切り開くぞ。おー、弾薬の心配はいらないよ。撃ちまくりだポリコーダも。今だよロイド君。このまま一気無力化する。関節駆動部を狙おう。
や、ここは任せてお前たちは総員に向かえ。ソーニャのことは頼んだぞ。君もな、レーグにつくん。私とヨシアはこのまま同行するわね。スコットさんたちは北口の応援を頼みます。了解だ、任せてくれ。しゃ、暴れるよ。医療物資も持ってきてるわ。怪我人も出てるわよね。了解。アドリーさん、他の皆さんも無事でいてくれるといいんですが。大丈夫、リンさんたちもついてるわ。あっちのことは一旦任せましょう。もうすぐ総員に到着します。私たちも気を引き締めましょう。どれどれ。総員の内部、聞いていた通り内部もかなり不気味ですね。ええ、しかも前に解いたはずの仕掛けが復活しているみたいです。黒の英士の仕業ですか。アンブッシュにも注意しましょう。わっ、水が溜まってる。こんな場所があったんだ。外回廊ですね。
空が見えると少しホッとします。向こうの扉から先に進めたはずだな。魔物に注意して回り込もう。エステル、ただの壁のシミだよ。克服したんじゃなかったのかい？お二人を見ているとこんな時でも和みますね。ああ、バカップル様々だな。ってランディさん、聞こえてるから。道がつながりましたね。よし、急いで採用に向かうぞ。ソーニャ司令、今行きます。アーティストに向かってひどい言い草ね。イリア・プラティエ、やはりもうおしまいかしら。だったら、美しい。さあ、指令を拘束しなさい。総統閣下とクロスベルのために。これが市民を操った。目を覚ましなさい、あなたたち。指令、どうか降伏を。新総統と共にクロスベルをさせるか。
危ない危ない。俺たち何を。たく、シャキッとしやがれ。お前ら大丈夫ですか、司令。ノエル、あなたたちまで。ようやくお出ましね、弟くんたち。ようこそイリア・プラティエのゲリラステージへ。あの仮面は。話には聞いてたけど、アンちゃんやクロウ君の時と同じ。ああ、あのイリアさんがこんなことになっちまうとはな。だが軍需工場に出たっつう偽物も考えると、もしかして彼女も。いいや、彼女は本物だろう。どんなに高性能でも再現に限界があるのはすでに分かっている。さっきの舞、こんな状況にもかかわらず心を躍らされ目を奪われそうになりました。偽物には到底不可能な芸当でしょ。違いますか。さすがは弟君。そう、私は間違いなく本物のイリア・プラティア。人々を理想へと導く黒き聖女、宵闇の舞姫にはぴったりの配役でしょう。宵闇の舞姫。そいつが仮面に規定させられた役割ってわけか。でも一体どうやってあんな舞を。ええ、その仮面に異能までも植え付ける力なんてなかったはずです。詳しくは知らないけど、特別性みたいよ。魅了した者の精神をも侵食し、意のままに操ることができる。こんな風にね。力が入らねえ。内側から蝕まれる。負の霊気に満ちたこの地なら力は何倍にもなる。始祖刀の言った通りね。弟君を取り込めば他の支援課の仲間たちや残りの市民たちも霊属させられるはず。リベールの君たちは各国への進出の足がかりに利用させてもらいましょうか。まさかそのために私たちをこの場所へ。私たちが来るのも分かっていたっていうの。このままじゃ。なんとか彼らだけでも。ダメです司令、我々も。もうさあ、このまま身を任せて一緒にクロスベルのみんなを導きましょう。独立の象徴たる君たちがいれば統一国もきっと。象徴なんかじゃありませんよ。俺たちは確かにいつしかそうあろうとしてしまった。独立という大きな目標を果たすため全てをその手で救える英雄太郎と。でもそれは本当の俺たちじゃ、クロスベルのあり方じゃない。今こうしている間にもたくさんの人々が動いてくれています。頼まれたからじゃない。それぞれがそれぞれのできることで前へと進むために。これまでのいくつもの困難な事件、今回の再占領だって同じでしょう。
多くの仲間たちや市民たちを守り、支えるだけじゃなく支え合ってこられた。きっとそれが特務支援課の、いや、クロスベルの強さのはずだ。ロイドさん。ああ、その通りだぜ。支えるコテを掲げる私たちだって同じよ。そして僕たちトールズがずっと目指してきたことでもあります。そんな、イリアさん、あなただって同じはずだ。ファンやたくさんの人々の応援があったから、不可能だとも言われたリハビリを乗り越えられた。決して諦めないあなたの姿に、市民たちも俺たちも勇気づけられていた。このまま新総統なんかの思惑通りに異能を振るって人々を惑わす、そんなものが本当にあなたが死に物狂いで取り戻したかった大切なものなんですか。そう、リーシャやシュリに胸を張れるんですか。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？私はつまらねえ役割を黙って演じるイリアさんなんか見たかねえな。はい、クロスベルのみんなもリーシャさんたちも同じはずです。アンちゃんもクロウ君だって戻ってこられた。ええ、きっと今回だって。クロスベルのみんなの希望、何としても取り戻すわよ。ああ、彼女を待っているたくさんの人たちのためにも。いいわ、そういうのは嫌いじゃない。この気配は、あなたたちの本当の強さとやらを。それで私が見失った何かを取り戻せるというのなら。わかりました、行くぞみんな。適正霊体の撃破およびイリアさんの無力化を開始します。ミレイユのためにも一丁気張らせてもらうぜ。カーテンコールまで持ちこたえてね。はっ、おうよ、だけラウドウォリアー、行くぜ。さて始めるとするか。うわあ、ベルゼルガー、悪いな往生しろや。マイル、僕は迷わない。シリファントムレイド、そのまま眠ってていいのか。ここからが佳境よ。うん、
セット、オーバルドライバーロード完了。レインボーショット、えっへん、どうなるんだ。よし、全力でいくわよ。それで決める。覚ましてください。リーシャさんがきっとシリちゃんを待ってます。だからリーシャ、シュリ、私はそなたの役割を果たせ、舞姫よ。存分に舞い踊れ、人を狂い惑わせろ。そんなあと少しだったのに。なんだ今のは。追いかけるぞ。あ、エリ、ティア、リーシャにキーアたちも、アリサさんやティータたちまで。ライドー、ランディさんも大丈夫ですか。よかった、エステルお姉ちゃん、ヨシオお兄ちゃんも、マキアスに先輩も無事みたいね。ああ、だがその飛行艇どこで見覚えがあるような。なんだかヤバそうな状況になってんな。そうか、エリーが通信で言っていた当てというのは。ええ、なんとか交渉がうまくいってね。リーシャどうやら舞台に立つ覚悟ができたみたいね。ええ、サンさんが改めて背中を押してくれました。私は大丈夫だから、今はリーシャができることをして。リーシャならきっと取り戻せるよ、私のみんなの大切なものを。私を思ってくれる人たちのためにも、あなたに正面から向き合ってみせます。リーシャそれでいい。そろそろ最終公演の舞台も整う。決着はその時につけるとしましょう。クロスベル市で待ってるわ。それじゃあね。イリアさん、とにかく今は俺たちがやるべきことを片付けねえとな。はい、司令たちも助けられましたし、あとは。ああ、
参道に急ごう。いつも遅いのよ、バカランディ。バカはどっちだっての。たく、心配かけさせやがって。応急処置がうまくいって、なんとか山は越えたわ。本格的な手術はこれからになるが、必ず成功させてみせよう。ニーをよろしくお願いします。ジンゴ、どうか無事に病院まで連れて行ってやってくれ。まあ、なんとかルートも確保できたしな。そんじゃ、とっとと行くか。
改めて特務支援課メンバー全員の無事を報告します。ああ、ここまでご苦労だった。どうやら足場を取り戻せたみたいだな。ええ、みんなやたくさんの人たちのおかげです。この数日間辛いことや大変なことも含めていろいろあったけど、だが俺たちが俺たちらしく前に進むための糧になってくれたみてえだ。はい、あとは新総統から取り戻すだけです。私たちの大切なものを皆さんと一緒に。うん、みんなで頑張ればきっと。ノエルにワジもいろいろありがとうな。リーシャや他のみんなにも随分心配をかけてしまったけど。礼を言われるようなことは何もしちゃいないけどね。はい、支援課準メンバーとして当然のことをしてきただけです。私もあとは届かせるだけでしょう、イリアさんと新総統たちに。きっと俺たちならやれるはずだ。この地に集った多くの人たちの思いと力を一つにすることができれば。それでこそロイド君たち、私たちも同じ気持ちよ。ああ、そして僕らがこれまで何度もやってきたことでもある。通信も分断されている今、簡単にとはいかねえだろうな。でもきっとそれが鍵だと思います。あの黄昏の呪いにだって僕たちだけで打ち勝てたわけじゃありません。多くの人たちで力を合わせたからこそなんとか乗り越えることができたんです。ええ、私のように敵対した相手すらも巻き込んで、協力者全員の力を合わせられる段取り早速考えた方がいいかもしれないね。リンやユーナたちもクロスベル入りしてくれました。きっと勝機はあるはずです。ああ、それは何より心強い情報だったな。レクタさん、ありがとうございます。彼らのクロスベル入りにあたっていろいろサポートしてくれたそうですね。大したことはしちゃいないさ。掴んだ情報を流してやったくらいだしな。七の輪は使えない状況だけど、なんとか彼らと連携を取れれば。病院方面のヨナたちにも改めて連絡してみないとね。俺たちもせいぜい若い奴らの背中を押してやるか。そうね、クロスベルを今こそ真の意味で取り戻すためにも。警察と警備隊の戦力が整いつつある今が好機なのは間違いないでしょう。あとはプラトーたちがうまくいけば。動力ネットへの接続なんとか成功しました。あとはプロキシサーバー経由でナナノワにアクセスできれば。やったか。よし、早速連絡を試して。待ってください、これはルーファス新総統。おじさまも動力ネットを通じて発信してるみたいです。これって無線ブースターをハッキングして帝国や共和国方面まで。いいえ、それどころじゃありません。通常の有線通信までも利用して、まさか大陸全土のあらゆる通信網に接続しつつあるのでは。おいおい、んなことが可能なのかよ。ごきげんよう諸君。クロスベル統一国新総統のルーファス・アルバレアだ。こたびをもって大陸統一に向けての全ての準備が整ったことをご報告する。請求ではあるが、手始めに良き隣人たる帝国共和国政府首脳閣議に統一国への参加を表明していただきたい。国言は明日の正午。残念ながら同意が得られぬ場合、
こちらも然るべき対応を取ることになるだろう。大陸に新たに刻まれる記念すべき日に一滴の血も流れないことを願うばかりだ。どうか賢明な判断あれ。二大国、いえ全世界への宣戦布告。まずいことになったわね。ええ、帝国はともかく共和国は間違いなく数日中に介入してくるはずです。市民のほとんどが前によって新総統に賛同させられてしまっている今、クロスベルがテロ国家として叩き潰されることすらありえるかもしれません。そんなの再独立どころじゃ。下手をすれば次の大戦の引き金になる可能性すらあるだろうね。新総統もそんなことは当然分かっているはずだぞ。それでもこんな宣言を強行したってことは、何かあるのは間違いないと思う。独立国の時のピーターがキーヤを切り札にしたみたいに。一体それって。この画面は繋がったのか。ロイド、君か。